株式会社 AI が提供するデモ音声です。写真拡大。日本ハムのビッグボス新庄剛志監督が17日自身のインスタグラムを更新しました。これはデモ音声です。秋季キャンプ中でプロ8年目渡辺理央内野手の発言に対し、すでに意識が変わり始めているとコメントしました。これはデモ音声です。以下渡辺理央内野手のコメント。来年は新庄監督と共にプロ野球界を引っ張っていきましょう。これはデモ音声です。そのためにもこれからの2ヶ月が大事。